容室アップスではいつでも綺麗に、もっと綺麗に、そしていつまでも綺麗にの思いでファッションからアンチエイジングまで皆様に喜びを提供しています。 K 点さあ皆さんこんにちは。こんにちは。お茶の間に柵の魅力、ファッション、グルメ、エンターテインメントをサクサクっと紹介していく市民参加型情報番組サクッとテレビ MC のあなたに金メダルレジェンド前島です。レジェンド前島、はい、さやかです。さあ今日我々ですね、さやかちゃん、はい、ご覧の通り日本で唯一の高速道路直結スキー場、サクスキーガーデンパラダに来てます。いやー素晴らしいね。皆さんこんにちは。レジェンドです。誰も見てないわ。さあ今日はですね、はい、このサクスキーガーデン、はい、パラダでですね、はい、おしゃれにパラダということで、はい、最新スノーウェアとともに、ね、皆さんにねエンターテインメント情報を紹介して、そんなもですね、はい、サクッとテレビ最新スノーウェアでおしゃれにパラダー K 点もういいよ。あ、そうですね、はい、ということですね、さやかちゃん、はい、さあ今日このパラダなんですけども、ご覧の通りもうたくさんのスキーやスノーボーダー、ね、ゲレンデ乗降も絶好調ですしね、まだまだ楽しめる今年のパラダの魅力、そしてファッション、グルメをたっぷりと皆さんにお伝えしていきたいと思います、はい、さあということで、はい、やっぱりね、うん、我々だけだとそうですね、ね、ちょっと不安ですよね、うん、K 点なんですけどもねやっぱりねじゃあここでですね今日の心強いアドバイザーをお迎えしたいと思います、はい、サクスキーガーデンパラダの小川原さんです。よろしくお願いします。お願いしました。小川原です。さあ小川原さん、今年のパラダいかがですか。そうですね。今年20周年ということで、いろんな企画盛りだくさんでやってきました。はい。それで残りあと2週間となってますんで、この2週間にも無料券を配布したりとか、いろいろまだまだイベントがありますんで、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい。ぜひ。それと夏に向けてもね、これからいろんなことやりますんで、皆さんお楽しみにしていただきたいなと思っています。いやいや。楽しみですね。さやかちゃん。小川原さんもね、もうむちゃくちゃ男前でこのひねも似合ってるんですけどもね、おしゃれー、ナイスひねポーズ小川原ポーズ炸裂 K 点ということでですね、さらに今回はパラダの秘密兵器の方がいると聞きました。そうですね、はい、スノーボードでパトロールをしてくれてる斉藤君です。さやかちゃんちょっとイケメンだったよ。どうしますか。じゃあ早速ちょっと呼んでみましょうか。はい、ではですね、サクスキーガーデンパラダのスノーボードパトロール斉藤さん。斉藤さん。おお。いけるよ。いきなり登場斉藤さん。こんにちは。レジェンド前島です。そうです。さあ斉藤さん、まあスノーボード担当ということなんですけども、今年のパラダもボーダーで盛り上がってますね。そうですね。かなり多いですね、スノーボーダー。ボード歴はどのぐらいなんですか。僕15年ぐらい。すごーい。さやかちゃんも今日はねナイスなファッションなんだけど、さやかちゃんボードは普段。あ、もうすごいよ私。すごいの？すごいぞさやかちゃん。一回しかやったことないです。どうですか斉藤さん、小原さん。うちのさやか選手は。いいじゃないですか。うちのパークなんか入ってもらってね。思いっきり大きな穴開けてもらって。お尻で。いいですね。今回はこのサクスキーガーデンパラダの小原さん、斉藤さんとともにスキー場の魅力たっぷりとお伝えしていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さやかのファッション狙い撃ち、明るめエスニックパーカーがキュート、スタイルもよく見える魔法コーデ、我々のウェアはなんか佐久平で話題のブランドショップの提供。そうなんです、うん、このウェア実はですね、うん、世界的スノーウェアの、うん、ビラボンの、はいはい、最新ウェアなんですよ。さあ皆さんどう、さあカメラさん、うん、下から舐めて、はいということなんですけどもね。さあ今回佐久平駅のすぐ近く、はい、このシリングさんの提供によりますビラボンの最新スノーウェアに身を包んで我々お伝えしていきたいと思います。さあそしてさやかちゃん、このシリングと言いますとね、今日さらにこのファッションコーディネーターとしていろんな情報を紹介してくれるのがオーナーの高見沢さんなんですけどもね、もう桜平では高見でもおなじみ、知らない人はいない高見なんだけど、あれちょっと高見はあれカメラさん、高見は高見いないね、高見はいないですね。あれあれ、あそこから誰かスノーボード来てるが、高見ですかあれ高見かな。おっと警戒登場、警戒登場、止まれる止まれる高見あー滑っていっちゃう。皆さん大丈夫高見みんなが遅かったんで先に滑ってきちゃいました。楽しんじゃってんで先に。あーいちゃいちゃいちゃ高見高見、今回はじゃあね我々といちゃいちゃ高見高見さあ今回はこのシリングのオーナー高見沢さん通称高見とともにですね、我々たっぷりとこのファッション情報も紹介していきたいと思います。やっぱり高見パラダ最高ですよね。パラダ最高です決まったよさやかちゃん。決まりましたね、かっこよかったです。じゃあ我々のですね恒例のポーズサクッとテレビでいきましょうか。はい、では皆さん今回もサクサクいきますよ。市民参加型情報バラエティ番組、せーのサクッとテレビ。高見オーストラリア発祥のサーフブランドビラボンを中心としたショップです。現在シリングでは10以上のアクションスポーツブランドを展開しています。メンズ、レディース、キッズアパレルからサーフボード、ウェイクボード、スノーウェアなどもストックしています。高見の最新スノーウェア情報ということで高見沢さんお願いします。はい。今日はいち早く来年のビラボンのスノーウェアの紹介をしたいと思います。まずさやかちゃんのなんですけど、まあ最近の流行りはやっぱ地味な色が流行りだと思うんですけど、それプラス来年はこう柄がポイントで入ってくる感じです。で僕が今日着てるのも来年のなんですけど、ちょっと袖が柄になってます。本当ですね。おしゃれですね。はい。なんで地味プラス柄が来年のポイントだと思います。はい。でこの2人も今説明したことを抑えてるんですけど、一応柄が結構メインで入ってきてます。ポイントで使うか大きく使うかは好みで選んでもらえればいいかなと思います。で彼の場合パンツは地味なんですけど、このポケットのとこだけ柄が入ってます。やっぱり見えない部分までちょっと気を使った方が来年っぽいかなって思います。一応、前島さんのは登場しちゃいました。一応柄は入ってないんですけど、まあやっぱり前島さんの年も年だと思うんで落ち着いた感じに、まあ、地味なコーディネート、そして、まあ、流行りのスタジャンタイプにしてみました。すごい着やすいですよ。いいですか。さあということでですね、高見の最新スノーウェアチェックということですけど、さやかちゃん、早速じゃあこの後はゲレンデに行ってみましょうか。行ってみましょう。はいということでさやかちゃん、小原さん、我々このリフトを乗り継いでですね山頂まで到着いたしました。さやかちゃんすごいもう銀世界、一面の銀世界と思いきや、小原さん、あそこに見えるのが我らが浅間山。そうです、あれが浅間です。うわ、今日は天気も良くて綺麗に見えてますね。すごいですね。ちなみに小川原さん、この辺り標高はどのぐらいなんですかね。そうですね、ここで950ぐらいですね。さやかちゃん、なんかさやかちゃんは高いところが苦手って聞いたんだけど。言っちゃった、高所恐怖症なんです実は。でもね、これは綺麗ですね。素晴らしいですね。じゃあ小川原さんのね解説のもと、じゃあもう少しね景色など見たいと思いますが、何か小川原さん、聞くところによりますと、ここから北アルプスも見えるなんていう情報を。ちょっとこのリフトの影になっちゃうんですけども、ずっと見てもらうと、そのリフトの隙間から浅間の裾野をずっと見てもらうと、うっすらと八ヶ岳じゃないね、なんだっけ、北アルプスですよ。北アルプス見えます。八ヶ岳は後ろになっちゃうかな。これまた夜見てみたいですよね。夜はね、こっち側じゃなくて向こう側ですね。あっち、はい。夜はさやかちゃん、我々の後ろにもですね、あんな素晴らしい景色が。ちなみに小原さん、あの景色はどのあたりが見えるんですか。あそこは桜平になりますね。はい。我らが桜平。桜平が一望できるので、綺麗な夜景です。いやね、次はね、ぜひこのロマンティックのね、夜景を楽しみたい。まさしくロマンティックが止まらない。はい、というわけでですね、このパラダの山頂からお届けしました、素晴らしい景色でした。では、小川原さんもご唱和お願いいたします。はい、標高950メートルからサクッとテレビ。すごい綺麗、浅間山もすごいよく見える、青空もすごい綺麗。さやかちゃん、ビューティー、ここ山頂ですよ。今日ご紹介するのはね、青春の泉ベースウォーター、海洋深層水と4種類の保湿成分、さらにハーブエキスが入った潤い成分たっぷりの全身化粧水です。ちょっとさやかちゃん、使ってみて。はい、すごいサラサラ。ちょっと待って、ちょっと待って、さらに、青春の泉マーメイドドロップ、これは4種類の美容原液が入った超濃厚な美容液です。そちらにちょっとつけてみてください。あ、すごい。あ、どう？すごいね、これ。これはすごいでしょ。これね、つけてみてほしい、これ。でもここ山頂。よろしく。ビューティー、これちょうだい。今日はテレビをご覧の皆さんに3名様にプレゼントします。でもここ山頂。よろしく。はい、ということでですね、山頂からこのゲレンデに降りてまいりましたけども、すごい景色だったよね。綺麗でしたね。さすがパラダ。いや、小川さん、どうもいろいろありがとうございました。お二人とも、お腹すきません？いやー、もうペコペコ。さやかちゃんは？もうお腹と背中がくっつくぞ。はい。では、うちはね、美味しいもんがたくさんあるんで、ぜひこれから皆さんで食べに行きましょう。いやー、楽しみですね。さやかちゃん、このパラダというとね、ゲレンデの食事もね、すごく人気のスキー場なんだよね。そうなんですね。はい。じゃあ小川さん、ご案内いただけますかね。はい。じゃあ皆さんで行きましょう。はい。確かね、向こうに美味しいレストランがあるんだよ。よっしゃ。そっちじゃないですよ。こっちこっち。行きましょう。すみません、いつもこんな感じ。はい、ということでさやかちゃん、我々ですね、この北パラダ1階のロッソビアンコに来ております。いや、非常に開放感あふれる店内、美味しそうだよね。いや、もうそんなことよりさ、俺お腹がペコペコなんだよ、本当に。小川さん、もうたまりません。もう待ってくださいよ、もうすぐ来ます。本当に大丈夫ですか。本当に大丈夫。うわ、万葉寺のね、味噌を使った味噌カツ丼。はい。それとトマトモッツァレラのピザ。それ行きましょう。うちのおすすめ。はい。ではですね、早速このおすすめの安養寺味噌を使ったカツ丼とトマトモッツァレラピザ、はい、お持ちいただきましょう。お願いします。これが小原さん、トマトとモッツァレラのピッツァ。美味しいですよ、とろけて。とろけそうだっていうさやかちゃん。あようじ味噌カツ丼です。わあ、すごい。これまたとんかつの上にあようじ味噌がたっぷり。ああ、大きいカツで。小川さん。美味しそうでしょ。美味しそう。これね、私いろいろ噂聞いてたんですけど、すごいですね。これを食べたいね。今日はちょっと私たちが普段食べてるからね。小川さんより先に早速いただきます。いただきます。じゃあレディーファーストいいですか。はい、行ってみましょう。はい、では一番いい真ん中からいっちゃおうかな。さやかちゃんがいただきますよ。あようじ味噌カツ丼を。さあどうでしょう。うん、柔らかくておいしい。お味噌が甘いです。うわすごいですね。じゃあね、ロストビアンコの田中さんにもちょっとお話聞いてみたいと思いますけども、こちらのですね、あようじ味噌カツ丼、やっぱりこだわりは味噌だけに味噌が味噌。そうですね。ソースか、そのカツ丼のソースが佐久のあようじというお寺で採れた大豆を使用してるんで、はい。有名なあようじ味噌を使っている佐久のお味噌ということなんですね。あやかちゃん、味噌はどうだった？甘くってまろやかで美味しいんですよ。なるほどなるほど。そしてですね、カメラさん、先ほどからですね、小川原さんがですね、実は箸を持って構えてですね。すごいね、視線を感じて。食べづらくて。食べたいよね。やっぱり、昨日も食べたけど、食べたんだけど。じゃあもう特別に、じゃあ小原さん、これが美味しいんだよ。やめられないんだよ。やみつきになっちゃうんだよね。味噌のないところから。あ、それがまずは普通な食べ方。ちょっと見習わないと。味噌が美味しいね。美味しい。ちょっと味噌つけて。なるほど。これは勉強になる。出ました。柔らかいしね。柔らかい、本当に柔らかいですよ。甘いし。いや、とても美味しいです。的確なことちょっと思わず柵の引っ込まるかと思ってしまいました。そんなに太ってないけど。ナイスなコメントありがとうございました。前島さん。はい。じゃあいただきますね。私も。はい。じゃあこちらのね、じゃまずはこの何もついてないところから。柔らかいでしょ。ねえ。でちょんちょんってつけるんだって。そしてちょんちょんってつけて味噌の部分をはい。出ました。そしてじゃあさやかちゃん、次はピッツァ。田中さん、このピッツァのこだわりと言いますと、はい。ソース、その塗ってあるソースが全部お店での手作りで、はい。一番人気のトマトモッツァレラです。あ、一番人気。そしてこちらのピザは確か石窯で。焼かれてるんですよね。そうです。じゃあ石窯で焼きたてのピッツァ。じゃあ早速さやかちゃん。さあさやかちゃんがいただきます。ピザを今口元に運んで、さあ実食。美味しい。ソースの味が本当にね、トマトのフレッシュ感が出てます。美味しそう。さあそして小川原さんも実食。じゃあ私も呼ばれちゃいますかね。ねえ、出ました。便利だったね。呼ばれちゃったら嬉しくて。ちょっと呼ばれちゃいますね。呼ばれまくり。食べますね。いただきます。食べても美味しい。ね。じゃあはい。前島さんもいただきます。さあじゃあ私もですね、早速いただきマンモス。マンモス。お口で食べますね。ファンタスティック！ 2 回目。このやっぱり自家製のね、チーズ、本当にとろけるチーズで美味しいよね。そんなにこうしつこくもなく口の中でふわっとねとろけていくんですよね。私もですね、実は自他ともに認めるピザファンなんですけども、このピザはやっぱりファンタスティック！今回のあようじ味噌ソースカツ丼、そしてトマトのモッツァレラのですね、焼きたてのピッツァ、これたまりませんでしたね。いや本当に美味しかったです。ごちそうさま。あれ？来た。あれあれ。かぶった。小川さんが耐えながら。待ってよーい、かぶった。小川さん、小川さん。ダメだって、俺もう女房いるんだから。男に興味ねえんだよ。あれあれ。ちょっと。小川さん、今後ろにいるこの可愛らしい。こいつはね、うちのね、ゆるキャラなんですよ。お、原田のゆるキャラ。名前は。かぶたくん。去年のね夏デビューして、あ、そうなんだ。今年の冬はねボードとスキーの特訓中なんです。ああ、頑張ってる。カブタ君、こんにちは。ちゃんと名札も名札までついてる。名札までね。本当だ、カブタ君。じゃあそうすると小原さん、今じゃこのパラダでもうカブトムシドームから生まれたばかりのカブタ君。うわー、可愛いですね。ごひいきにしてくださいね。なんかあるごとに来ますよ、こいつは。来ますね。ちょっと可愛いけど、ちょっと小憎らしいところがあるから。こんな感じでね。あんまりいじめだとかわいそうだから。じゃあ、かぶたくんもカメラ目線でかぶたポーズを。おお、いいね。すごいね。テレビ慣れしてるな、本当にもう。ん、何、何、何。うん、うん。なんか言ってるよ。なんかね。ここじゃダメだからホームへ来てくれって言うんだ。え？キッズランドへ来てくれって言うんだ。キッズランド。うん。ちょっとみんなで行きませんか？はい。まだ楽しいとこがありますね。はい。じゃあかぶたくん行きましょう。はいよ、一緒に行こう。じゃあかぶたくん行きましょう。はいはいはい。ということで我々がかぶたくんに導かれて到着したのが楽しい雪の遊園地キッズランドです。楽しそう。いやー、小原さん、はい、このキッズランドっていうのはどんな施設になるんですか？はい。ここはですね、お子さんが来てチュービングもソリもできるとっても楽しい施設です。ふわふわなんかもありますよ。うわー、さあ皆さんご覧ください。このようにね、子供たちも安心して楽しめるのがこのキッズランドということなんですけども、かぶたくんもキッズランド大好きかな？決めポーズでした。いや、さやかちゃんね、横はゲレンデ、そして隣はキッズランド。これお父さんお母さんもね嬉しいですね。これは安心ですよね。はい。さあキッズランド、どうぞ皆さんお楽しみください。お待ちしてます。今日はこのサクスキーガーデンパラダの魅力をたっぷりと皆さんにお伝えしてきたんですが、小原さん、何かここへ来てまたいい香りがしてきたんですけども、食べたばかりですがコロッケあるんですよ。コロッケ。お、スキー場でコロッケっていうのもね、何か非常におしゃれなんですが、うちのかぶたの絵の描いた可愛いコロッケがあるんです。さやかちゃん、かぶたくんコロッケ、どういうことですかね？もう本当にかぶたはそのまんまが書いてあります。見てもらえばわかりますけどね。実はここにメニューもあるんですけれどもね、かぶたくんコロッケと思いきや、こちらで何かお兄ちゃんとお姉ちゃん2人が美味しそうに食べているコロッケ、これがかぶたくんコロッケです。かわいい。どう、かぶたくんコロッケ美味しいですか？美味しい。おっと、ナイスリアクション。さあ皆さん、このパラダ名物のかぶたくんコロッケ紹介しました。パラダではかぶたくんキャラクターとしまして、クリアファイル、メモ帳、ハンカチ、それとチケットホルダー、各種取り除いております。なお、こちらの商品は、このテレビをご覧の皆様にプレゼントいたしたいと思います。先着10名、ご覧のテレビ局までお願いします。お待ちしてます。はい。というわけでですね、今月のサクッとテレビは、この日本で唯一の高速道路直結スキー場、桜平ハイウェイオアシススキーガーデンパラダからお届けしてまいりました。いやー、小川さん、今日は一日本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうね、最新ファッションあり、そしてグルメあり、かぶたくんありということでね、皆さんで楽しんで盛り上がってきましたけども、ではですね、今日は素晴らしい滑りを見せてくれた高見、いかがでしたか？今日のパラダゲレンデコンディション。最高でした。最高でしたということですね。さあ、そしてですね、ロッキー、ロッキーもこのミスタースノーボードとしてですね、パラダで活躍してるわけなんですが、はい、今日の収録いかがでしたか？いやー、なんか楽しそうな感じで見てて、はい、嬉しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。そして奥のイケてるお兄さんが食べているのが、はい、これもやっぱりかぶたくんコロッケ食べてますね。しかも2個食べてます。しかもクールな食べっぷり。感想は？かぶたくん、おいしい。さあ、そして、小原さん、この佐久スキーガーデンパラダ、このウィンターシーズンが終わっても、まだまだこの春から夏にかけても楽しめるんですよね。そうですね。皆さん来ていただくと分かると思いますけども、夏もリフト動いてます。スライダーもあります。いろんなもんやってるんで、じゃんじゃん来てください。待ってます。佐久のファッション、グルメ、エンターテインメントをサクサクっとお伝えしていく市民参加型情報バラエティ番組サクッとテレビ、どうぞ次回もご期待ください。ではですね、皆さん最後はやはりこの決めポーズで、締めたいと思います。お願いね、かぶたくん。かぶたくんも大丈夫かな、一緒によろしくね。お願いね。そしてお兄ちゃんとお姉ちゃんも大丈夫かな、ね、はい、ありがとうね。では皆さん、カメラ目線でとびきりのポーズでお願いいたします。せーの、サクッとテレビ、また見てね。さよなら。はあ、パラダ楽しかったな。もう最高のゲレンデだったんだけれどもね。あ、そうだそうだ、みんなにお土産を買っていかなきゃいけなかったんだ。この佐久平駅といえばやっぱり2階のプラザ佐久サクッとテレビ。じゃあですね、早速ちょっと2階のプラザに行ってみましょうかね。サクサクっと。じゃあカメラさん、行きましょう。こっち。僕ちゃん、こんにちは。いやー、美味しそうな。まずはジャム。やっぱりね、佐久といえばジャム、美味しいですよね。さあ、そしてレジに立っているのはプラザ佐久の工藤所長じゃないですか。所長、どうもこんにちは。こんにちは。どうですか、儲かってますか。いやいや、ぼちぼちですか。あれ、あそこになんかすごく可愛い子がいますよね。ちょっとカメラさん、行ってみましょう。ひょっとして、いろはさんですか。はい、いろはです。よろしくお願いします。いやー、カメラさん、テレビ、あるいは映画で活躍のアイドルタレント、いろはさんがなんと今日はね、佐久プラザに来てるんですけどね、いろはさん、今日まだなぜ佐久に。今日は1階の、FM 佐久平のジュエルボックスにゲストとして出演させていただきました。どうですか、佐久の印象は。雪がまだまだ残っててね。はい、せっかくですからね、今後の活動予定など教えてください。はい。今アイドルホラーというホラー映画を撮影中なんですけども、こちらが夏頃公開予定です。ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい。さあ、今日はですね、ここ信州佐久にラジオの仕事でお越しのアイドルタレントいろはさんにお話を伺いました。じゃあいろはさんも一緒にサクッとテレビ。プロデューサー前島でございます。なんだろうな。失礼します。前島でございます。あ、呼んでる。この番組のプロデューサー、宇多田圭吾が何でしょうか。マイクを渡されて、ちょっと来いと。なんとカメラさん、サクッとテレビのエンディングテーマをオーディションで決める。本当ですか、プロデューサー。あ、うなずいてる。うんうんって言ってる。うわー、じゃあプロデューサー、今回のオーディション基準ポイントはどんな点でしょうか。うわ、本気と書いてマジと読む。プロデューサー、やはり今回は本気と書いてマジと読むオーディション。さあ皆さん、このサクッとテレビのエンディングテーマをオーディションで決める。さあ、どんなオーディションになるのか、どうぞご期待ください。心に優しさを、生きる力を一緒に探しに行きませんか。佐久市共催の市民創造型ミュージカル、参加者大募集。お問い合わせは090-3228-5563まで。